嘘つきという曲を聴いてもらいましょう。僕には非常識に映る知らんぷりで駆け出したのはいつだっけ。携帯なんて止まってる。ここにいるよと遥か手前探してる泣いてる僕が不甲斐なくて気まぐれに嘘を重ねた大げさな言葉を笑う自分自身の弱さで自分が嫌でしょうがない気まぐれに嘘を並べた大げさに自分を固めるちょっとぐらいの弱さで卒業になってしまうだろう。明け方6時の世界非常識に映る知らんぷりで駆け出したのはいつだっけ。携帯なんて止まってる。ここにいるよと叫んだのは遥か手前探してる僕が不甲斐なくて気まぐれに嘘を重ねた大げさな言葉を笑う自分自身の弱さで自分が嫌でしょうがない気まぐれに嘘を重ねた大げさな言葉を笑うちょっとぐらいの弱さで嘘つきになってしまうだろう。嘘を重ねた今朝に自分を固めるちょっとぐらいの弱さで自分が嫌でしょうがない日めくれに嘘を重ねた大げさに自分を固めるちょっとぐらいの弱さで卒業になってしまうだろう。いろんな楽しみ方があるんだなっていうのをね今イエーっていうね。ありがとうございます。今日なんかいろいろおでんとかもあるんで最後この後
モノクロームさんが出るんですけど、ぜひ間にね、すごいパッと食べて、パッと食べてね。かんちゃんもおでん食べました？食べました。どど、あ、厚揚げと、厚揚げと、なになに、こんにゃく、こんにゃく。なんで出てこんかったの。食べようかなと思って。イエーイ、イエーイ。僕らもあの CD がありますよ、はい、ありますよ。6曲でですね、500円でございます。はい、あとクレイジーベアも実は CD がおい、こらこらこら今思い出したよ、こら あるんよ実は。そんな